番の福永、栗原左サイド、真ん中には海老名、1人抜いて2人抜いたところで足がかって、ファール。後に J1 で活躍する1年生フォワード栗原圭介が左サイドで倒され、栗原監督の大きな声が響きます。ファールを奪いました栗原。さあここもソクラと10番の長谷部、後にメンバーの半分以上がゴールキーパーのタレント集団に追いかけ、右足ならフェルディやミッセル神戸などで活躍した長谷部、左足なら同じくフェルディなどで活躍したソクラだけ。長谷部君の右足で狙うでしょうね。でしょうね、おそらく。さあ右手を上げたソクラ、スルーした、長谷部ホーンと浮かして、あやりました。2対2、桐蔭学園2対1と勝ち越された後に、後半の27分、長谷部のフリーキック見事です。このフリーキック、相手の前橋商業は壁3枚に両サイドのゴールポストに1人ずつ配置し、直接決められないために合計5名体制を敷いた。さらに桐蔭学園の選手が1名ゴール前に入ることで、前橋商業の選手がマークに入り、6名体制でゴールを守ることになった。6名体制によってフリーキックで狙えるコースは、青色で塗りつぶされたゴールの左上しか狙えない厳しい状況となった。7と8の選手はもしクロスを上げた際、ゾーンで対応する選手だ。画面には見えないが、青丸の奥には桐蔭学園の選手がおり、ディフェンダー林健太郎と仲良し雄二が 180cm、 フォワード海老名が 183cm と高さのあり、ヘッドで合わせてゴールを狙うのも十分考えられる。ゴールから90度の位置に立ち、まっすぐの助走から蹴る瞬間、踏み込む左足の向きを変え、インフロントでカーブをかける高い技術が光る。クロスへの対応も考えていた前橋商業ゴールキーパーは壁もあり、反応も遅れてはいるが、追い風に乗り、何よりシュートコースを塞いでいた桐蔭学園の選手と前橋商業の選手2人がいたため、手を伸ばすのが精一杯だった。スルーした、長谷部ポーンと浮かして、長谷部のフリーキック決まりました。長谷部やりました。2対2、桐蔭学園2対1と勝ち越された後に、後半の27分、長谷部のフリーキック見事です。ゴールキーパー崩さえ切れません。ともに10番エースナンバー服部、長谷部、両者ともにゴールを決めました。2対2。